はい、どうも皆さんこんにちは、決戦中継でございます。ということでですね、バトルフィールド1が3月8日まで PS ストアで半額セールということなので、皆さんぜひこの機会に買いましょう。あのですね、だいぶ別ゲー化しつつあるんですよ。で、このバトルフィールド1っていうのは私がやってきた FPS のキャプチャーゲームの中で一番優れているゲームだと思うんですけども、なんていうんやろ、なんかいろいろ変わってきたなとは思います、正直言って。前回初心者さん講座をしたじゃないですか。で、立ち回りとかはそれを見てください。で、それ以外のことを今回話したいなと思うんですけど、まあ改めて同じこと言うと、開幕はちゃんと A、B って順番ずつ取った方がいいです、初心者さんは。なぜかっていうと、あの閉館ロックっていうのがあるんですよ。で、10になれば解放できる武器があるんですよね。だから、それを解放するためにもちゃんと A、B って順番にキャプチャーしてポイントを重ねて、閉館ロックのポイントを貯めてください。で、もうその10以上になると、まあ、正直貯める必要ってあんまりないんですよ。50まで一応閉館レベル上がるんですけど、まあそんなに意味ないので、まあ、10まで頑張ってください。で、10以上になってきたらもうまあほぼ中級者って言っても過言ではないので、もう中央突っ込んだりして、構いません。ただ閉館ロックっていうのは4種類兵種があるじゃないですか。それと別に飛行機と、戦車と騎兵もあります。ってかこれバグってない？俺馬に乗ってスタートしたけど、これ馬じゃないよね、俺騎兵じゃないよね、パイロット兵になってるよね。まあバグはね、バトルフィールドでねかなり多いです。まあ、こんな感じでバグもあるし、一番あるバグが蘇生バグって言って、蘇生されたら銃がバグって発砲できないっていうのになるんですよ。その場合は武器を切り替えたりです。だから常に蘇生されたら武器を切り替えましょう。三角2回押しましょう。で、初心者さんにまずやってほしいのは、 R1 押すと敵をスポットすることができるんですよ。敵に向けて R1 を押すと。ただね、だいぶ、遠い敵とかになるとなかなかスポットしにくいと思うんですけど、まあ、とりあえず R1 を押したら敵をスポットすることができます。だから、まあ、適当に歩いてても、もうなんかもう R1 押しながら、なんか自分が画面上で気づいていなくても R1 を押してたらスポットされちゃうことがあるので、積極的に R1 連打しましょう。で、スポットがつくと、左下のミニマップに表示されます。このゲームは発砲してもミニマップに映らないんですよ。戦車とかは映るけど、それ以外普通の兵士は映らないんですよ。だからスポットしてここに敵がいるよっていうのを他の味方と共有することがかなり大事になるんですよ。で、まあエリアをスポットする、フレアっていうのもあるんですけど、基本的にもう R1 でスポットしてください。どん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 スポットして味方と、位置を共有した方がいい。これね、まず初心者さんにね、もうほんまにやってほしいなっていう感じのことですね。で、それぞれの陛下のおすすめ武器を、まあ、パパって言うと、まず看護兵あるじゃないですか。看護兵は M1907SL 相当を使ってください。で、下ボタンを押すと単発で撃つか、それともフルオートで撃つかっていうのが選べるので、まあ、フルオートでゴリゴリやっちゃってください。ガジェットは、弾薬パックと、まあ、蘇生がおすすめだと思います。でね、ある程度キルしたいなと思ったら蘇生捨ててライフルグレネードとかでもいいです。これのゲーム、本当に爆薬ゲーなんですよ。レインボーシックスシーズとかだったら自分の実力でちゃんと生き残れるし、自分の実力で死ねるんですけど、これはもう本当に何て言うんでしょう、戦争なので、もう基本的にね、運が絡むですがね、かなり多いです。確実にゼロ、運ゼロっていうのは無理で、その原因がやっぱりね、グレネードなんですよ。で、グレネードって普通に手投げしてもなんかもうほんと25メートルか50メートルぐらい飛ぶんですよ。で、ライフルグレネードとかクロスボウとかだったらもうなんか100メートルぐらい飛んじゃうんですよね。で、100メートル先までクリアしろって絶対に不可能なので、もう基本的に運で死にます。だからね、デスはあんまりね気にしなくていいです。ちょっと FPS をやり込んでいくと、なんか上級者様みたいなのがね、キルレ自慢とかやっぱりしてくると思うんですよ。そういう人たちにね、やっぱ出会う時あると思うんですけど、正直言って50キル、60キルしても役に立ってないやつは役に立ってないですし、0キルでも役に立ってるやつは役に立ってます。だからね、大丈夫です。FPS ってチームデスマッチ以外はキルレ全く関係ないです。チームデスマッチ以外は敵を殺すゲームじゃないんですよ。ミッションを遂行するゲームなんですよ。これコンクエストでしょ。旗を取るというミッションを遂行するゲームなんですよ。敵を殺すゲームじゃないです。そこら辺をね、なんか勘違いしてある人とかね、たくさんいるんですけど、まあそんなのね、気にしなくて、本当、まあ、楽しんでください。で、次、突撃兵ですね。突撃兵は、まあ、MP18 かランク10で解放できる、ヘルリーゲルがおすすめですね。ベレッタ短期間銃も強いんですけど、あれ、初心者さんには使うの難しいと思うので、
まあ、MP18 が無難かなというふうに思います。でガジェットの方は対戦車グレネードと、対戦車ライフ、対戦車ライフガジェットであると思うんですけど、それ使ってください。それが一番いいです。で基本的に突撃兵で心がけてほしいのは、てかもう全部の兵種に心がけてほしいのは、基本的にねガジェットとか、持っているグレネードとかあるじゃないですか。それをね使い切らずに死なないこと。なんか対戦車グレネードとか言われると、戦車がいた時に初めて使う人もいると思うんですけど、もう全然あの対人とかに向けてあの使えるのでどんどん投げてください。であのあそこに敵がいるから投げようとかでもなくて、大体あそこら辺にいるんじゃね、適当にポイとかでもあの1試合に1キルぐらいできます。だからどんどんね投げてください。他の FPS と一番違うのはグレネードは時間で再び補給されます。30秒ぐらいで再び補給されるので、使い切っても自然回復っていうか自然に補給されるんですよ、このバトルフィールド1は。だからねもうガンガン使いましょう。ガジェットとかグレネードはガンガン使う、もう使い切らずに死なないことっていうのをね心がけてみたら、だいぶね敵枯れると思いますよ。さっき言ったように、運が絡むですが非常に多いのでおすすめでございます。次に援護兵は BAR M1918 ブローニング自動小銃ですね。これ結構おすすめです。まあ、近距離から中距離の間で戦うことを心がけたら、まず打ち合いで負けることはほとんどないかなっていうレベルの強武器でございます。ただちょっと癖があるので、まあ、初心者さんにおすすめするのはやっぱりホッチキスとかかなというふうに思います。ガジェットなんですけども、まあ弾薬パックより弾薬箱の方が良くなってきたのかなっていうふうに思います。弾薬パックは、グレネードの回復を行いません。で弾薬箱はグレネードの回復を行います。というよりグレネードが自動回復になったんですけど、その自動回復のスピードを、3倍近く上げてくれるようになりました。だから基本的に弾薬箱の方が、いいと思います。で、サブのガジェットは、まあ、私の一番のおすすめは、クロスボウランチャーですね。本当にねクロスボウランチャーがねめちゃめちゃ強いです。さっき言ったように爆弾ゲーみたいなところがあるので、あそこら辺敵いるなと思ったらクロスボウランチャーどんどん撃った方がいいです。でこれもねあの自然回復するので、まあそこそこ死なないのであれば1デスする間にもう10発ぐらいは撃ち込めちゃうので、もうとてもキルが稼げます。であと偵察兵、もう偵察兵はね俺知らん、うん、なんか好きなの使ったねんちゃうまああのね初心者さんは砂とか使うなとかね言う人いるんですけど、まああの自分でお金払ってますからね。でお金払って得たコンテンツの一部を享受しようとしているだけなので、その一部を享受するなんていうのはね、これ俺ねなんかほんとねなんかもうサイコパス以外の何者でもないと思うんですよ。なんかそういうやついるけど、なんかもう気にせんとね使いたいやつ使ってください。私も今初心者これ使った方がいいよって言いましたけど、あくまでも参考で、まあ本当にいいのは好きな武器を使ってください。私も強武器ではなく1キルするのがすごい大変なロマン武器を使うのが大好きなんですよ。だから、看護兵とかだったらなんかシェイリゴッティとかにちょっと憧れてしまう自分もいるしね、うん、なんかリボルバーだけでやっちゃう自分とかもいるし、うん、もうね好きなようにやってくれたらいいと思います。でバトルフィールドの一番いいところは、一人当たりの戦犯のパーセントというか試合におけるパーセンテージがね非常に少ないんですよ。例えばレインボーシックスシーズだったら5対5じゃないですか。だから一人当たり 20% の戦力を担わないといけないんですよ。これね初心者さんにとってねだいぶハードルがでかい。で、COD とかだったら6対6じゃないですか。だいたい 17% ぐらい、これもねでかい、うん、ただこれね32人いるんですよ。32人、一人当たりねだいたい 3% ですになってるの戦力。そう 3% なんですよ。あなたの力はね 3% しか影響しないんですよ、うん、どうでもいい、うん、だからねあの気楽に好きなようにやってください。それがバトルフィールドだと私は思います。それでですねちょっと FPS についての心構えというか、そういうのを初心者さんに向けて言いたいなと思うんですけど、 FPS 初参加っていうのがとても多いと思うんですよ。これバトルフィールド1のデータで出ていたんですけど、だいたい 30% ぐらいが初 FPSだとデータに出ていたみたいなので、まあ、非常に多いと思います。で FPS を主にやっている年齢層っていうのは中学生高校生大学生あたりの生徒さんと学生さんがほとんどだと思うんですよ。で社会人勢は絶対的にプレイ時間で勝てません、うん、まあなんか昇進とかしていくと平日プレイステーションつけるのが精一杯になってくるんですよ大体。で結婚とかするとますますゲームする時間もできなくなるじゃないですか。だからね気軽にやれる FPS とかがだいぶなくなってくるんですよ、まあ、唯一気軽にできるのがこのバトルフィールド1かなっていう風に個人的に思います。
それで生徒さんとか学生さんにとってこの FPS っていうのは一生懸命やる対象のものだと思うんですよ。でも、我々社会人生にとって一生懸命にやるものって仕事なんですよね。でこれはあくまでも娯楽の一環なんですよ。だからそこら辺でそのオンラインに対する意識の差みたいなので、まあ、確執が生まれて、でその生徒さんとか学生さんとかってまだその精神的に幼い部分もやっぱりあるじゃないですか。だから強い感じで言ってきたりする時もあると思うんですよ。でプレイステーションとかであのメッセージとか送れるじゃないですか。で私全部非通知とかにしてるので大丈夫なんですけど、まあ、通知オンにしてたりしたら暴言とか来ると思うんですよ。前私友達の家で FPS やってた時にあの敵が最初に撃ち始めてきて、でこっちが後打ちだったんですけど、まあ頭入って、殺すことができたんですよ。そしたらメッセージで死ねってきたんですよね。そういうレベルの人たちねいっぱいいます。であとね、私ね、小さなサイコパスみたいなやつがねいっぱいいると思うんですよ。ですね、基本的に何でもありだと思います。最低限のマナーみたいなのはもちろんありますよ。死体打ちしたらいけないとか、不審とかしたらいけないとか、日本の中でだったらそういうマナーはあると思うんですけど、最低限こう動くべきだとかね、そういうのはね割とね、気にしなくていいと思います。死に動いたらいいと思います。まあアンチマナーみたいなのは別にいいと思いますけど、最低限の行動みたいなのはもう好き勝手やっていいと思うんですよ。でそのこうしろああしろみたいなのを暴言チックに言ってくる上級者様みたいなのはいると思うんですけど、本当ねそういうの気にしないようにしてください。そういうの気にしてたらね本当にオンライン FPS とかねオンラインゲームが楽しくなくなります。例えばゲームでああしろこうしろみたいな、これこういうゲームはこういう動きしないといけないからとかね言ってくる高校生がいるとするじゃないですか。でもその高校生ね学校で授業中寝てるんですよ。学校で授業中寝るっていうのはアンチマナーなんですよ。やってはいけない行為じゃないですか。例えばワックス髪の毛つけたらいけないとかね、眉毛剃ったらいけないとか校則に書いてあるあったりすると思うんですけど、やっぱ剃ってるじゃないですか。それはマナーを犯しているんですよ。でそういう人たちがゲーム上ではマナーを守るとか言うんですよ。もう意味はわかんないでしょ。俺そういうのね小さいサイコパスなんですよ。例えばね学校でね先生が自習、今から自習やから静かに勉強しとけよって言うじゃないですか。でもやっぱり喋りたなるでしょ。で喋りたなってるところでみんな喋るじゃないですか。でそういうのは本当はやってはいけない行為でしょ。でもその中で誰かが静かにしてくださいとか喋るのはやめようよって言われるとうざいやん。それと同レベルやと思うね。うざいね。そういうのねもう気にしないと気にしないでいいと思います。野良でやる以上はね、例えばランクマッチとかクラン戦とかそういうのがあったらもちろんちゃんとやらないと、いけないと思いますけど、あくまでも野良の試合だったらもうですね好きにやっていいと思います。最近の FPS はね本当にそういうのがね息苦しくなってきてると思います。でねこういうのってねもうなんかゲームの垣根越えてなんか本当人生とかそういう精神論になってくるんですけど、他責にするよりね自責にした方がいいですよ。他責にしたってね自分の人生何もいいこと起きないです。自責にしましょう。全部自分の責任にした方がいいです。例えばレインボーシックスやるじゃないですか。で味方の動きが悪いクソなやこいつみたいな、最低限こうしとけやみたいなね、勝手にストレス溜める人いると思うんですけど、それは初心者のせいにするんじゃなくてフルパを組んでいない自分のせいにした方が早いんですよ。他人を変えるって無理です。で他人を変えようとすると自分への負荷がかなりでかいんですよ。すぐストレス溜まって本当ね社会に出たらね生きててしんどいことばっかりですよ。そんなそうじゃなくて自責にした方がいいと思うんです。考え方変えた方がいいと思うんですよ。あそれやったらフルパックもって、で5人で組んだらもう快楽じゃないですか。そうだから初心者にこうしろとかじゃなくてフルパを組めていない現状を変えようとした方が早いです。そっちの方がストレスなくなるの早いですよ。BF だってね32人いるとはいえフル分隊を組めばですよ 17% の戦力を担えるわけですよ。しかもただの 17% ではなくてボイスチャットとかで連携の取れる 17% です。それたとえ BF だとしても試合作れますよ。だからねそうやってね自分の責任に変えた方がね早いです。もう世の中の出来事全部そうですよ。もう自分の責任に変えた方が早い。なんかもうね多いんですよ。私もレインボーシックス今あんまり投稿しなくなっていますけど、レインボーシックスを投稿してた時にねランクマッチとカジュアルマッチっていうのがあるんですよ。カジュアルって書いてあるんですよ。でもコメントとかでねカジュアルはランクの練習で行くので真剣にやってほしいみたいなコメント書いてあるんですよ。それはお前の都合やろっていうのをね私は思うんですけど、そういうのも分かってないんですよ。もうなんかね自分の都合がなんかもう
あたかも世の中の当たり前やみたいな感じで思っている人すごい多いんですよね。もうなんかね、別にね、世の中はね、あなたのお母さんじゃないよっていうのをね、私は言いたい。うん。そう。もう都合の押し付け合いね、結局。なんかもうね、自責にした方が早いよ。もう世の中の出来事はほとんどそうよ。自責にした方が早いです。で、あくまでもこれは俺の意見やからね、まあ、これの意見と違う意見もね、たくさんあると思うし、コメント欄とかにもね、もしかしたらあるかもわからん。でもね、そう言われたら、まあ、その通りだねって言っていけばいいのよ。もうお前の意見は正しいよって、俺もそう思ってた実はってね、言えばいいんですよ。で、言って自分の中で、心の中でね、いや、俺はそうじゃないけどね、俺は俺のやり方でやるけどって思っとけばいいんですよ。それでいいの。それでも全部解決するから、うん、何か言われたらお前の言う通りだねって言っとけばいいんですよ。で、そいつのいないところで自分のやりたいようにやっとけばいいんですよ。それでいいの、オンラインなんか。うん。もうなんかいちいちね、言い合いとかね、議論とかね、しなくていいんですよ。相手しなくていいから。で、好きなようにやれるために自分である程度、なんか武装してくださいね。メッセージは非通知にしておくとかね。うん。そうやって自分で自分を守ってくださいね。はい、ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。